先週に続き今週はランナー二塁について話していきます。よろしくお願いします。今回ランナー二塁ということなので少し小学生には難しいかもしれません。中学生向けの上級編になると思いますので指導者の皆さんもよく聞いてみてください。まずランナー二塁について一番必要なことはですね、とにかくホームに近くなるということですね。なのでなかなかアウトになるともったいないということになりますので、そこをしっかりまずは念頭に置いてください。そしてまずリードなんですけども、とにかくリードする前から確認してほしいんですけども、必ずこれは徹底してください。サードの位置、ショートの位置、セカンドの位置、ファーストの位置、ライトの位置、センターの位置、レフトの位置っていうのを常に確認してからリードを取ってください。そうすることによって自分が頭でイメージすることによってバッターが打った時に素早く反応を切れる。いい選手っていうものは後ろに目がないんですけども、後ろに目があるように感じるんですね。そういうふうなランナーっていうものがすごくいいランナーになりますから、それはもう打った瞬間に反応できるということは常に準備をしているっていうことになりますので、一球一球必ず守備体系っていうものを確認してください。そしてリードはしていきます。リードはしていくんですけども、セカンドの位置とショートの位置っていうものを常に確認してください。で、大原則としてピッチャーから目を離さないっていうのは、これはもう大原則です。で、リードを取っていくんですが、ファースト牽制に比べてセカンド牽制っていうのは少ないですよね。その一発に対応できるようにセカンドの位置を常にピッチャーを見ながら、今までの方向性っていうのはここではなくてこういうふうに広げることによってセカンドの位置でも見えてきます。ここでセカンドの動きを感じるっていうことがものすごく大事です。まあ、ショートの位置っていうのはものすごく難しいので分かりませんけども、一つ見つけるポイントとしては、例えば土のグラウンドがありますよね。土のグラウンドだったらショートがどこにいるかっていうのを土の動きで分かります、ね、少しここが土でこうほぐれてたりとか、あ、多分自分の後ろにいるのかなと、左側にいるのかな、後ろに離れてるのかなっていうふうに感じていくと、およそショートの位置っていうものも分かってくるので、そういうこの土の汚れ具合とかいうのを見てもらえると分かりやすくなると思います。そしてまず盗塁なんですけども、まあ、リードを取ってだいたいセカンドとか、あ、牽制来るな来ないなっていうのはだんだん分かってきます。一番大事なのはピッチャーのこの動きというものが大事になってきますね。一塁に比べると牽制が少ないですから、ピッチャーもバッターに集中しやすくなります。ピッチャーというものはリズムが非常に大事になってきますので、常にピッチャーを見て、ランナーを見て、バッターを見て、この動きが単調になってくる時があります。その時にはもうこっからではなくて、もうシャッフルをした状態で走っていく。そうすると三塁の方がですね、やっぱり二塁より近いですから、このままのピッチャーが投げてこのまま動いただけではなかなかセーフにならないんですね。例えばピッチャーがこうやってこう投げるピッチャーであったら、もうこっからこう来てこうしてる時点でシャッフルをして走っていく。そうすると高い確率でセーフになってきますので、そういったピッチャーの顔の動きであったりとか、あとは別にこれは盗塁じゃなくてもいいんですけども、例えば小番とかワンバン投げるんだったら、もうワンバンしてゴーでもいいですし、そうするとキャッチャーでも、上手いキャッチャーだとこういうふうに取りますけど、そうじゃないキャッチャーってまずね、体でこう抑えるっていうところもあるので、ピッチャーとキャッチャーの動きっていうものを確認すると、より盗塁じゃなくてもいい走塁っていうところにつながっていくと思いますので、そこも注意してやると面白いと思います。で、次に走塁なんですけども、やっぱノーアウトっていうのはより慎重にいく。で、ワンアウトもなったら大胆にいく。で、ツーストライクになったらバッターが打ったらすぐ反応できることをしてください。そして常にどうからどうじゃないですけど、シャッフルで合わせていく。で、バッターのインパクトに合わせてこの右足でジャッジをする。飛ばないようにしてください。で、飛んでしまうとなぜダメかというと、もちろん距離も稼げないんだけど目線がぶれちゃいますよね。目線がぶれちゃうと当たった角度が分かんなくなっちゃう。でも低い姿勢でシャッフルをこうやって常に取っとけば
この目線が変わらない状況でボールがこのインパクトを捉えることができるので、そうやってやっていくといいんじゃないかなというふうに思います。あとノーアウトと一塁は、まあ、一直線上にで、ツーアウトになったらもう打ったらゴーですから、ワンヒットになったらスムーズよくホームに帰れるので、少し後ろ目で入っていった方がよりいい角度でサードベース回れて、いいスピードに乗れてホームに帰ってくれると思いますので、そういうのも状況に応じて、アウトカウントノーアウトは慎重に、ワンアウトは大胆に、ツーアウトになったらバッターがインパクトで当たったらもうこうという感覚を持っていくと非常にいい走塁もできてきますし、あとはセオリーとして右の打球は走っちゃいけないってなってますけど、じゃあサードのボテボテのゴロとかね、例えばショートやってる人は分かると思うんですけど、ショートってこうファインプレーしたら取ったらやっぱファースト投げたいよね。そういった瞬間に走るとかジャッジメントしていくのがいいランナーなので、これはセオリーとしてありますけども、その臨機応変の対応ができるようになると、その走塁も楽しくなっていい走塁ができると思いますので、そういうところも意識してやってみると二塁走者としていいランナーになるんじゃないかなというふうに思います。以上になります。次週はスライディングについて説明します。ご視聴ありがとうございました。